道をただ生き抜くだけで精一杯でさ、周りを見る余裕なんて一つもなくてさ、もっと器用に生きれたらきっと楽だったのにな。後悔ばかりが重なる二十歳の寒い夜、学校はずっとサボって、バイトもたまにはサボって、ああご飯はいつもコンビニで、部屋は違うかって、ちゃんと卒業しなさいよ、ちゃんとご飯は食べてるの、ああうるさいなんて耳塞いで本当にごめんね、親不孝な娘かもしれないし、したたかな女にはなれないけど、なれないけど、私には夢がある、バカにされるような夢だってことわかってるけど、叶えるから見ててよ、自分が一番だなんて別に思わないけどさ、誰かの一番になってみたかった、憧れだけで生きるには現実は厳しくてさ、ビール一杯飲むのすら迷ってしまうほど、お金はいつでもなくって、タクシーなんて乗れなくて、ああ終電を逃してはまた涙流して、なけなしの小銭はたいて、バイト代もすぐに消えて、ああそれでも届いてほしくて今日も歌うの、おーおーおー、来て私にもちゃんと居場所ができたよ、友達も大切にしたい人も、私にしかできないことを見つけた気がするの、大丈夫、もう一人じゃないからなんてね、届かないという曲を、この想いを口にしたら終わることくらい分かっていた、知らなかったの。
ありがとうございます。改めましてこんばんは、京都出身20歳のシンガーソングライターせいやと言います。今日は初めましてのネイブさんということで、火曜日平日のトップバッターからこんなにたくさんの方に見ていただけるって、めっちゃ嬉しくて思ってなくて、もう手足が震えてるんですけど、最後まで楽しんでいってもらえたらなと思ってます。今日初めましての方がたくさんいるんですけど、もしよかったら今歌った届かないという曲が入った CD も物販に置いてますので、気になった方はお立ち寄りいただけたらなと思います。告知はまた後でにして、今日は30分間、ステージ楽しんでいただけ行っていただけたらなと思います。次に歌うのは私と同じシンガーソングライターの友達の春西ノアっていう子がいるんですけど、その子に作ってもらった曲、楽曲提供してもらった曲、追われる恋っていう曲を歌います。この想いを君に届く、ちょっとごめんなさい、もう一回やりますね、すいません仕切り直して、仕切り直してやばい、緊張する、この想いを君に伝えたら追われるかな、
私は最初から釣り合って何回だか
出せ行きたい方向に舵を切れ。知ってたし疲れたいなと思ってたんですけど、縁があってご縁あってつなげてもらって今日こうしてトップバッターからたくさんの方に見ていただいて本当に本当に嬉しいなと思ってます。ここで告知だけさせてください。月10本ぐらいライブやってるので、ライブ情報とかはツイッターとかねあそこにあるので見てもらえたらなと思ってるんですけど、大事なライブだけ、3月になるんですけど、まずこの間1月13日の金曜日にエマージェンザジャパンっていう大会、オーディション大会があって、無事にファーストステップ突破して次セカンドステップに上がることができて、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ね、優勝したらドイツのフェスで歌えるんですけど、ここまで来たらドイツ行ってやろうじゃないかっていう感じで、次のセカンドステップが3月3日金曜日に心斎橋フットロック&ビアーズという場所であります。本当にお客さんの挙手で次に上がれるかどうかが決まるっていう、すごい大切な一票一票すごい大切なになる大会なので、もしよかったら応援しに来てほしいなと思ってます。あともう一個、これも3月なんですけど、3月23日にシンガーソングライターのみつきちゃんと合同企画をして、会場は同じ心斎橋フットロック&ビアーズで、勝手に成人式みんなまとめて祝っちゃおうぜっていう企画があるんですけど、もう出演者も発表されてて、物販でねどっちも手売りチケットあるので、この後よかったら寄っていってほしいなと、この後っていうか皆さん終わった後お時間ある方寄っていただけたらなと思ってます。今日ここで出会ってくださった方がこれからも、せいやの曲よかったな、もう一回聴きたいなって思ってくれたらすごく嬉しいなと思ってます。最後に一曲、今日もお仕事帰りの方とかいると思うんですけど、で明日もお仕事やっていう方もたくさんいるかと思うんですけど、今日一日頑張った自分をあなたを褒めてあげれるような、そんな曲になればなと思ってます。君へという歌を歌っておしまいにしたいと思います。ありがとうございました。シンガーソングライターのせいやでした。今日も一日ちょっと待ってごめんなさい、ちょっともう一回、閉まらんなこれなかったことにしてもらってありがとうございました。シンガーソングライターのせいやでした。今日も
けど自分にだけは負けたくない。君へ、よく頑張ったね。